沖縄県議会は沖縄県に設置されている地方議会である。4年、議会解散が実施されれば、任期満了前であっても、議員任期は終了する。過去に任期満了前の解散が行われたことはないが、第1回の県議選は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づいて1972年6月25日に行われており、 東京都議会、茨城県議会及び岩手県議会、宮城県議会、福島県議会と合わせて4年に一度の統一地方選挙に投開票が行われない都道府県議会議員選挙の一つとなっている。48。第1回の県議選では44であったが、徐々に増加。1984年に47となり、1991年に現行の48となった。 抽選局制を実施し、議会事務を担当する事務局が設置されている。1909年に沖縄県会が開設される。1945年には日本の市政下から外れたことによって沖縄県会は米軍政下で沖縄議会となる。米軍政期間中は沖縄議会から沖縄民政議会への改装を経て、1952年4月1日に 琉球政府立法院となる。沖縄の本土復帰に伴い、日本国の都道府県議会たる沖縄県議会となった。中井正宏太が、自公推薦で沖縄県知事に当選した2006年11月以降、自民党、公明党の両党は、県政与党であり、かつ、県議会では過半数を確保していた。2008年6月8日の、 第10回沖縄県議会議員選挙の結果、与野党の勢力が逆転し、自民、公明は、少数与党となった。2012年6月10日の第11回沖縄県議会議員選挙でも、引き続き、自民、公明は、少数与党となった。2014年11月16日の第12回沖縄県知事選挙で、社民、共産、社体、生活、 新風会指示の尾長雄氏が当選。三党一会派は、県政与党になり、自民、公明は下やねじれ現象が解消された。二千二十一年五月三十一日現在、T が平和ネット、共産、立憲沖縄、ハエの四会派が、玉木県政の与党である。二千十六年の県議選は、選挙区が変更され、那覇市区が、南部離島七町村と合区され、 那覇市南部里東区となり、南城市区は、南部里東七町村を除く島尻郡区と合区され、南城市、島尻郡区となった。2021年現在、47都道府県議会において一陸を許さないのは、沖縄県議会のみであり、一票の格差が小さく他の都道府県と比べて、投票価値の平等化が極めて進んでいると言える。 一票の格差は1.23倍である2021年6月1日、現在、ありがとうございます。